おお、なんか流れ星やら虹やら。確かに動いてる姿初めてですよね。まあこんな感じです。ありがとうございます。なんだろう、ちょっとだけ最初、ショールームの今日の目標を喋りたいと思います。今日の、ショールームの目標は皆さんと仲良くなるです。だからいっぱい、なに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 、びっくりびっくり、みんなで仲良くしましょうね。よろしくお願いします。優しい、仲良くなりたいって言ってる。優しい、よろしくお願いします。 もう達成してます。いや、まだです、まだこれからです。よろしくお願いします。はい。どうしよう、ゆうからの質問やっちゃいますか。早い。やってみますね。うーわ、なんだろうな。いきまーす。みうえ、みうが自分に似ていると思う動物のポーズをして、理由も教えてね。I love you。これ関係あります？これ。私にってことか。だそうです。ありがとうございます。待って、何？似てる動物？でもカピバラ好きな動物ではないか。似てる動物？じゃあ当ててください。当ててください。怠け者じゃないです。違います。猫じゃない。クロヒョウ？アルパカ？いや、違いますね。猫、犬。プレイリーロックって何ですか？フクロウ。フェニック、ハムスター。まあ正解はカピバラなんですけど、カピバラでした。カピバラに似てるかは分かんないですけど、好きなのでカピバラにしました。ミミズク、コヨーテ。コヨーテって何？カッパって人いたんですけど、カッパって褒めてます？カピバラです。似てない。そういうことを言わないでください。似てます。 小ニシン、質問コーナーいきますね。小ニシンと友達みたいなのが見えたんですけど、小西七海ちゃんさんとは友達です。なんかよく遊んでくれますね。ミューパラ？ミューバラか。怒ってないです。 やばいやばい、数字がめっちゃ。使っているコスメ知りたいです。なんだろう。何使ってるかわかんないんですけど、最近チーク初めて買いました。はい。って感じです。 今日のリップ何？今日のリップはジューシーっていうやつにリリーミューのなんかつけました。はい。夜ご飯食べた？食べてないです。でも今日は朝、谷口愛理とパン屋さんに行きましたね。朝活をしました。で、シュークリーム食べました。ラムネ？ラムネ？最近も食べた。最近食べてないんですよ。悔しい。食べたいんですけどね。受験生なんですけど、メッセージ頑張って。 受験生、まああれですよ、頑張りすぎないでください。私は勝手に
応援してますので頑張ってください。キラキッズ活動報告、委員会みたい、なんだろうな、なんか最近なのかな、わかんないんですけど、キラキッズで、ハブさんが、ブログにキラキッズの写真載せてくださってたじゃないですか。その時に、連絡先のグループ作ろうよみたいなハブさんが言ってくださって、ご飯4人で行きたいねみたいなのは言ってくださりました。早く実現したいですね。今週の学力テストなので期待していいですか、ご想像にお任せします。明日誕生日おめでとうございます。意外と緊張してなさそう。してますよ、めっちゃ。今日喋ることをメモにまとめて、もう原稿用紙みたいに書いて、全部音読するぐらい、音読じゃない、既読なんて言うんですか、解読覚えましたよ。ちょっとわからないですけど、記憶しました。そう朗読わかんないですけど、れいなちゃんとのエピソードお願い。小田倉ですか。私研修生ぐらいの時からODKRとか呼んでたんですけど、ちょっと分かりにくいですよね、ODKRだと。多分喜ぶので呼んであげてください、ODKRって。れいなは何だろう、私3期生で彼女にしたいランキングれいなが1位ですね。まあ秘密です、本人には。でも彼女にしたいです、れいなは。リカちゃんとのカラオケずるい。いやずるいとか言わないでくださいよ。確かにずるいかも。リカの歌声って本当に浄化されますよね、心が。そうです、れいなちゃん絶対見てる。そうだね、みんな見てます、見てるよねこれ絶対。きっとこれを見て画面の奥でニヤついてます、3期生全員。絶対これを見て声に出して笑ってますよ、バレたって言って。ゆずきちゃんとのエピソード。ゆずきちゃんはゆずきちゃんなんだろうな、写真をブログに載せたいんですけど、本当にふざけた写真しかなくて、結構撮るんですよ、一緒にいることが多いので撮るんですけど、ふざけてて載せられないんですよ。だから真面目に撮ろうね今日はって言うんですけど、毎回ふざけちゃう。いやふざけてはないですね、なんか顔がダメみたいです、私たち一緒にいると。リコちゃんとのエピソード。リコちゃんは3期生の中でなんか年下組、私より年下な人も私のことを多分悪いことじゃないですよ、多分舐めてるので、あれです、なんていうんですか、いじってくれる年下の子もないので、でもリコもいじってくる。でもリコはその中でも唯一妹みたいな感じです。でもツッコミとかしてくるんですよ私に、って感じです。特にいじってくるのは特にいじってくるのはうーん、向井糸葉とか誰だろう、村井優。優はあれです、昨日かな、私のまあ私掃除が、いやまあ掃除できますけど、掃除ぐらい、まあ、あんまり得意ではなくて私が掃除をするのがね。で優が私の家に遊びに来てくれたんですよ昨日。
で、私の部屋をゆうが隅から隅まで掃除してくれました。イエーイ。なんか汚い、やめて、汚いとか言いながら全部やってくれました。優しいですよね。うん、ゆうちゃんっぽい。え、本当ですか。ゆうちゃん、うわー、暗い。なんだ、ちょっと待って、なんだなんだ、ゆうちゃん、みゆちゃんのお母さんみたい。まあでもそんな感じです。もうみんな3期生お母さんです。私が何にもできない、何にもできないことがない、何もしないので。こんな人のエピソードありますか。今日はマネージャーさんに心配されてない？え、心配してるんじゃないですかね、わかんないですけど。バタバタしてました。なんだっけ、あ、こなぎ、こなぎ、なぎは、あ、なぎ昨日誕生日だったじゃないですか。だからあの、まあ、お祝いのメッセージを送ったんですよ。なぎの好きなところって言って、付き合ってないですよ。なぎの好きなところって言ってあの送ったんですけど、そしたらなんか、私の今年の目標はミユへ惹かれ、ミユに惹かれるほど愛を送ることみたいな言ってのっていう返信が来て、ちょっと反応に困りましたね。遊びに来たよ、ありがとうございます、嬉しい。マトの、マトのミオは、ミオ、まあレッスン中髪の毛がすごい当たりますね、あの子は。バシ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 、まあいいんですけど、いい匂いなので。マトの、え、マトの何があるかな、 いっぱいあるんですよ。あ、でも夏チカが新芽だったので、あ、ツアーの時部屋が一緒でした、マトのミオ。面白いですよね、マトのミオって。低音コンビ、あ、そう言ってくださる方もいますよね、低音コンビって。別に私そんな声低くないですね。敬礼お願い。え、これですよね、敬礼って。おすすめのかき氷、え、でも言ったらあれですよね、まあめっちゃ美味しいとこをしずきと言ったんですよ。本当に美味しくて、そのかき氷が、あー、虹美味しくて、かき氷がすごいアットホームなお店で、はい、美味しかったです。私はさくらんぼで、しずきはレモンティー頼んでましたね。当ててください、どこの店か。秘密にしとこう。そうしましょう。小籠包は、あ、そう、小籠包は、そう、なんか LINE 来ました、あ、 LINE 来ましたよ。早く食べたいって。ん？私たちが生きがいです。そう、私たちが生きがいです、ゆう、なぎ、あい、私、まあただの食いしん坊です。なんかお腹の限界が来なくて困ってるんですよ。誰かあのお腹いっぱいになるコツを教えてください。本当にお腹いっぱいにならなくて、って感じです。そんなわけはないです。いや、そんなことあるんですよ、本当にお腹の限界来なくて。多分でもその4人の中でも、私と
優がずば抜けてお腹いっぱいにならなくて、二人で、あ、美味しい、優と私は美味しいもの食べた時にもう何美味しいとか言わずにうんーってやるんですよ二人でずっと首振って目つぶって、あーやばいやばい、あやばいやばいも言わない、ほんと無言でもううんーってやって気が済んだらやめるっていうのをもう外の店とかでも普通にしてますやめないとそろそろって感じです、って感じです。私口癖かもしれない、やだ、静寂の暴力のソロパート教えて、あれです、あれこれ弱音を思い浮かべてもんとこです、眠れないだけかな、らへんかな、そこらへんです。でも私のパート高くて、もうなんで私なんだろうって思いながら歌ってました。逆にナギのパートとかは、あ、フロント3人のとこのパートが低めで3人とも出ない出ないって言って、逆に私はそこが出て、だからほんと難しい。うん、なんか歌って、いや嫌ですね、歌いませんごめんなさい、難かてぃ、あ、難かてぃね、先週ミーグリ行ったよ、あ、ありがとうございます、嬉しいな、それは。ミーグリ、あ、明日ミーグリですよね、あ、ずっとこの髪の長さの予定ですか、いやーなんかもうちょっと本当は切りたいんですよね、なんか今絶妙な長さで、うん、明日は行きませんそれそうですか、来てくださいね、いつか、かりんちゃん具合のかりん、確かに、あーでもかりんさんも短いですもんね、うん、三期生のみんな、あ、見えなかった、鼻毛出てたら教えてくれますか、教えますよ全然、うわー分かんない、何読んだらいいか、大好きです、ありがとうございます、1万人ありがとうございます1万人ありがとうございます、今日何曜日だ、土曜日、土曜日のこんな9時に、だってファミリータイムですよね今絶賛ね、ありがとうございます、そんな夜遅くに感謝、かゆ、ブログ書くのにどれぐらいかかりますか、ブログ書くのに11日あるじゃないですか、もう私のブログが出た、いやでもあんまりブログっていう意識で書いてなくて、なんか書きたいことがあればシュシュって書いてます、愛それしてできるかな、イタハですよねこれやってたの、
3期生の推しが決められません。みんな魅力的ですもんね。私も3期生入ってなかったら推し選べないかもしれないです。みんないい子です。日記が画期的なんて読むんだ、わかんないよ。画期的って何ですか。レポート頑張ってって言ってください。レポート頑張って呼ばれたいあだ名ある。みゆちゃんですね、圧倒的に。はい、画期的、画期的か、画期的ね。難しい漢字を使いますね。画期的だってどういう意味ですか。すいません、本当に何にも知らなくて。めっちゃコツコツしてください。めっちゃ言いますね。井上里奈さんはどんな先輩。井上さんって本当に優しい、知ってますよねきっと。なんかツアーの打ち上げみたいなものがあって、その時にまあ自由席なんですけど、あれツアー、あ、その YouTube 出てる打ち上げじゃない方の打ち上げみたいな感じのやつで、まあ、井上さんとたまたま隣の席になって、何時間だろう、 2,3 時間ぐらい喋ってたんですかね。うん、すごい優しかったです。だから収録の時とかに、あ、おったって言って来てくれます、たまに。うん、滝本ゆいちゃんとの、滝本さんとのエピソードありますか。ありますせー、ありますよ。滝本さんとは、あ、でも作耳で喋りましたね、私滝本さんとのお話。滝本さんはなんかこの間こういう、なんていうんですか、こういう感じの二つ団子みたいなのをしてらっしゃって、その時に糸葉と愛理と私かな、で滝本さんのその顔じゃない、髪の毛をういういって触ってましたしたら、ミュやめなさいって言われましたね。私ミュって呼ばれてるんですけど通院団子って言うんだ。へえ、かわいい。いじってるやん。いや、いじってないです、尊敬してます、本当にしてますよ。ファンレター読んでる。私ファンレター本当に好きで、ネタ本当に好きっておかしい、手紙読むの好きで結構読み返したりしてますよ。ふー、何これ、五平餅ポーズって何ですか。オーディションの話聞きたい。いいですよ。オーディションの話は、全然覚えてない。オーディション全然覚えてない。あ、でもなんかまあ歌う審査とかあるじゃないですか。私は泣いて歌わず終わりました。てかそもそも私の前が理科だったんですよ。理科の後に歌えるかっていう話ですよね。あんなうまい子の後に歌いたいと思わないです私はもう理科ので感動しちゃって、私どころではなかったので。糸葉と一緒、いや糸葉とは多分一回も一緒のグループになってないですね。あ、そう、私マトのミオとオーディションの時同じ机というか、まあ、たまたま近くの机だったんですけど、で
糸葉がその横を通ったんですよ。でミオとあの子お腹の中なんもないやんって言ってそういじってました。勝手にしーちゃんにストーカーされた話。あそう、しずきね、しずきはもう新幹線で会った時に桜坂だこの子って思って、まあお互いね気づいてたみたいです。この子は桜を受けるんだってね。自炊してますか？できないです。普通にできないです。なんかリンゴ丸かじりとかこの前しました、ユウと。いやユウは違う、ユウと一緒に買っただけだ。ネイルは自分でする？え、ネイル塗らないんですけど、え、でも今日はあの皆さんに会うからちょっとあの透明のやつを昨日の夜に塗りました。透明ですよ、怒らないでください。透明です。1週間分のパワーください。皮も食べた方がいい。え、そう、皮も食べましたよ私。で、ゆうがえ、それ洗ってないけど大丈夫って言ってました。洗いました、ちゃんと。彼女が見てないだけです。琵琶湖パワーください。琵琶湖パワーですか、あのやつですよね。面白かった、それ本当に。見ました、そこさく。ゆうちゃんの真似、おいしいです。さつまいもになりたい、どうぞ。関西弁喋って、私高校大阪なので関西弁だったんですよ。まあ家族も割と関西の人が多いので、地的に何ていう、地的に大阪の地もあるんですよね。はい、あの多いな。みおちゃんのモノマネお願いします。やばい、モノマネがすごい。え、マトノのモノマネ、みおっていつもなんか基本早口なんですよあの人で、なんかいつも何か分かってないです。なんか何みたいな、怖い怖い怖いとかずっと言ってます。何も怖くないのに、なんか変なやつと思って。髪の毛似合ってるで、ありがとうございます。嬉しいな、髪の毛お揃い。じゃあみんなで一緒にしましょう髪の毛。私もうちょっと切るけど多分楽しくなってきちゃったね。誰といるのが落ち着きますか。誰だろう、誰だろう。でも落ち着く人には自然と寄っていっちゃいますよね誰か言えって感じですよね。誰だろう、3期だったら、誰だろう。まあ年上2人は安心しますね。リカ、ゆずきちゃんは、あのゆずきちゃんだけなんでちゃん付けなのみたいな
疑問に思ってる方いませんか？うんって言ってください。いますよね。まあ、理由はないんですよね実は。ゆずきちゃん、うーんだって。うん、ゆずきちゃん、ゆずきちゃんってゆずきちゃんって感じじゃないですか。みんなうんって言ってる。面白い。そう、ないの。理由はないの。増本さんエピソード。増本さんは、増本さんはですね、あ、ツアーの時に私とナギが一緒の部屋だったんですよ。で、その私とナギの部屋に遊びに来てくださって、あの深いお話をたくさんしました。かりんちゃんだけなんで下の名前なの？なんで？なんで？なんで？なんか呼び方の話をして変わりました。最初藤吉さんでしたよ。で、なんかリンとかリンリンとか。いや、リンさんってなんかちょっとなーって思って、かりんなんか連絡で、なんかリンさん、かりんさん、どれがいいですかみたいなのを送りました。小林由依さんとのエピソード。小林由依さんは、あの、私が、あの、小林さんの握手会に行ったことがありまして、その時のお話をしましたね。行かせていただいたことがあるんですって言って、え、なんでって言われました。だから、え、なんでみたいな会話をしました。レナートのエピソードある。守屋さんですよね。守屋さんはどうしてそんなにお肌が綺麗なんですかって聞いたら、全然綺麗じゃないよみたいな話をしました。てんちゃんとのエピソード。てんさんとのエピソードは、あ、チュンって呼んできますね。私のこと呼んでくださいます。なんか最初村山ちゃんだったかな、村山ちゃんって呼んでて、あ、みゆちゃんでお願いしますって言ったら、みゆちゅんになって、で、いやいやですって言ったらチュンになりました。チュン、チュンです。チュン、前髪決まってますね。いや、今日だけですよ。私絶対普段固めたくないんですけど、なんか大勢の前で緊張するんで、ちょっと今日は動かないようにしました。これは U に借りましたね、スプレー。私持ってなかったんで。いや、チュンのローマ字がいた。いいですね。マリノンさんとのエピソード。高坂さんとのエピソードは、高坂さんはなんかそのツアー中で3期生後ろで先輩たちのこと見てるんですけど、舞台の後ろから見てるんですけど、そこで高坂さんが何かの曲で一緒に見てて、隣にいたら絶対手をつないでくださるんですよ。なんかぬるって入ってきて、ぬるって手をつながれるんですよ。嬉しいですよ、めちゃめちゃ。なんか自然となんかぬるっと来てくださいますね。とかいつもなんか私、先輩に、なんだろう、あんまりその写真撮ってくださいみたいな、あんまりいけないんですよ。みんな3期生が先輩と写真撮ってても、なんか、あ、どうしようどうしようって思ってたら終わっちゃうんですよ、写真撮るタイムみたいなのが。だから、でもそういう時に高坂さんはいつも来てくださいます。
ちょトロヤーって言ってぬるっと生きてくれますねって感じです。ちょっと写真見せますか手汗かな、手汗じゃないですよ、何を言ってるんですか。なんか私ブログで写真を見せるみたいなのを話したと思うんですけど、その時間がやってまいりました。写真見たいですか、大丈夫ですか。やった、よし、喜んでください。何から見せようかな。時系列的に合宿とかの方がいいですかね。どうですか。わーい、喜び喜び、喜んでください。いや、めっちゃ感謝してくださってる。嘘ですよ、いいですよ、そんな感謝しなくて。はい、めっちゃ厳選したんですよ。厳選してこれかって思わないでくださいね。反射してる、やばいやばい。この写真はですね、誰だと思います。ゆうちゃんです。村井ゆうちゃんです。村井ゆうが、あ、合宿の時の写真ですね。これは合宿の時になんか怖い怖いっぽい部屋があって、え、ここ怖そうだねって言って入ってたら本当に怖くて、怖い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 って言って2人で階段を駆け下がってったっていう写真ですね。はい、そういう感じです。合宿で言うとこれも合宿です。これは私かな、私が撮った石森理香です。理香オタクさん、理香オタクさん、理香のファンの方喜んでください。可愛いですよね、これめっちゃ可愛くないですか。これ多分理香見てますよね。ごめんね、勝手に、勝手じゃないけど、皆さんお待ちかね、キラキッズのレイナと増本さん、あー光が、増本さん、あ、これでいいか、増本さんとレイナの、なんだろう、なんか私が本当は増本さんと写真撮ってたら気づいたら2人がなんかみたいな状態になってて、えって思って撮りました。はい、これはリカがみんなにみんなにお弁当渡してる写真なんですけど、まあこれにはエピソードがありまして、これ研修期間中ですね。これ多分なんか研修期間中なんですけど、理科その地方組の子たちはそのなんか結構長期にわたって東京に来てたので、あのお母さんのご飯が恋しくなってしまってですね、みんなもう恋しくて恋しくて仕方なくなってしまって、お母さんのご飯が、でそれであのそしたらリカが別に 親のご飯が食べたいとか言ったとかではなく、リカがなんかのレッスンの時にみんなに一人一つ本当に美味しいお弁当を作ってきてくれて、でみんなにお弁当作ったよってプレゼントしてくれたんですよ。なんていい子って感じですよね、っていう写真です。あ、虹だ。なんかこれめっちゃ面白くないですか、これめっちゃ面白いですよね。ごめんリカ、面白いから。あ、皆さん、ゆずきちゃんとの写真がありますよ、ふざけてる写真。ゆずきちゃんと写真はね、全部こんな感じなんです。わかりますか、これふざけてますよね。皆さん笑ってください。こういう写真しかないから載せられないんです。そういうことです。これはリコちゃん、リコちゃんですね。まあ別に面白くもないただのツーショットなんですけど。あ、これは山下のしずきさんと、見える？これ山下の C さんとユニバーサルスタジオジャパンかなに T
結構前ですけど行った時の写真です。しずきとはこのこっちの方のテーマパークにも行ったことがあるんですけど、まあなかなか一緒にいますね、山下もしずきさんとは。これは皆さんご存知、静寂の暴力の、見えるかな、静寂の暴力の、あそう、村山下コンビです。静寂の暴力のやつです。これは皆さん知ってますよね、来てくださった方は。あそう、シャキーンですよ。ピンク？何ピンクって、ピンクって何、ピンクって何、そう、シャキンです、そういうことです。可愛くないですかこれ。これは何の時だろう、バレンタインの時になんかみんな寄ってたがってお菓子を、可愛いですよねこれ。みんなバレンタインの日にこうで食べてって言ってみんな持ってきてましたよ。これは夏の近道の時の糸葉とアイリー、ミユカメですね。可愛いです。寄ってたかって、寄ってたかってですよ。夏近、そう、可愛いですよねって感じです。もう全部出したかな。あ、これですね。これはあれです、あの見えてる、何の時だっけ、あ、これは4人であの爆食委員会をしてまして、いっぱい食べた日です。いっぱい食べましたって感じです。大丈夫でしたか、大丈夫ですか。いっぱい食べたんです4人でっていうやつですね。楽しかったですか皆さん。爆食委員会、そうですよ、爆食委員会です。いやもうすっごい顔してた、やだやだ。ありがとね、全然です、いえいえ、ごちそうさまでした、いえいえ、ごちそうさまでした。いただいてください、いっぱい。あ、確かに前髪ありでしたね、アイリー。ほんとだ、前髪ありだ、アイリー。かわいいじゃないか、みんなかわいいですね。スクショしました、あと15分しかないの。え、なんか私がね緊張してたんですよ、このショールームやるにあたって。でマネージャーさんとか3期とかに、あどうしようどうしよう、無理無理無理って言ってて、いっぱい練習したんですショールームので、みんな終わったメンバーはなんか、あもうすぐ終わっちゃうよ、楽しかったよみたいな感じで言ってて、本当でした、すぐ終わりました。こんなに喋る子だと思わなかった。確かにそう思う人もいますかね。なんかでも髪を切ってからあのちょっと殻を破ろうと思いまして、あの素を出してます、頑張って。まだ終わってやんで、そうですね、まだ終わってないですね、失礼しました。またやってほしいね、またやりたいですよね。ありがとうございます。目クリクリしててかわいい、ありがとう。今日なんかね、あなんかね、皆さん、皆さんじゃない、3期の子に
アドバイスくださいって言ったら、ナギがメイクは濃いめの方がいいと思うって言って言ってくれたので、いつもの5倍ぐらい濃くしました。私アイシャドウもアイラインもやらないんですよ普段、地メイクだと。今日はね濃くしましたよ。ヘアオイル何使ってる？ヘアオイルってなんだろう、わかんないな。あの白いやつ、あ、白、白ってやつ白ってやつ、あのリコがくれました誕生日に。それを今日は張り切ってつけましたね。はい、そうです。白いやつ、そう、白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 です、多分白ってやつ、わかんない。趣味は人間観察ですか？そうですね、そうですね、こっそり見てます皆さんのことを。画面からいい匂いする、嘘つけ、絶対嘘だあ、井上凪さんとエピソードを教えて。井上凪さんはご飯に行って、なんだろう、 2,3 時間、夜というか、まあ歩きましたね、ずっと喋ってました。スクショタイムお願いします。え、スクショタイムってみんな何するんですかね。まあ、何するかは知ってるんですけど、何するのがいいんですかね。え、唐突すぎかな。よろしくお願いします。ギャルピース嫌ですよ、しません。しゃくれてとか変顔してとか、それはもうマトナに言ってくださいでもこれカメラ回ってなかったら全然します。あの見ぐり、いや見ぐりではしないな、しません、嘘です。やえば見せて、私やえばありますか、あります、私ハートえ、ハート、ハートです、はい、あ、一緒にハート作れるタイプ。はい、もうちょっと止まってほしいすいませんでした。2年後が楽しみな存在。2年後、20歳、見守っていてください。じゃあ2年後に、まだ18はやばい、そう18ですよ、あれ18ですよね、私17か18、わかんない、18かな、多分18です。みゆちゃんが使ってるコスメ、コスメとか香水とかカラコンとか聞いてくださること多いんですけど、書きますね、なんかブログとかに。需要あります？これ女性の方？男性の方は需要あるか。私18か、私18なんだ、18らしいです、私18です。服をしてってありました、しました。お揃いのコスメ使いたいですって、かわいい。
使いましょう。書きますね。うーん、羨ましたキスして、いやちょっと雫がいないんでできないですね。なんだろう、52分、あと8分しかない。きゃー悲しい。梅ちゃん何食べたの？あ、そう、私梅ちゃんでも対応してますのであ、でもライブとかで梅ちゃんやめてください、ややこしいので。みゆちゃんでお願いします。なんか話さなくちゃいけないことあった？ちょっと待って、絶対なんか話したいことあった。大園さんとの話を言いたかったんですよね。なんか大園さんって本当に優しくないですか？この間ちょっと収録で3期生がちょっと頑張りましてすごい頑張った企画があったんですけど、もうみんなどっと疲れていて、3期生ね、で疲れていまして、いや疲れてない、やりきったーみたいな感じで、そしたら大園さんがその3期生の楽屋にジュースを置いていってくださって、もう何言う、何か言うとかでもなく無言で置いていってくださって、なんか後からナギに聞いたら、あの3期生ちゃん今日頑張ってたからみんなで飲んでねみたいな感じだったらしいです。イケメン、本当に優しい、ありがとうございます。本当にみんなで美味しくいただきました。イケメソでですよね、イケメソですよね。惚れますね。皆さんの夜ご飯決めますね、今日のこの時間に。皆さんの今日の夜ご飯は水餃子です。皆さん水餃子食べてくださいね。まあ私は食べませんけどアンセム、あ、アンセムタイムですよね。アンセムタイムぜひ聴いてください、いい曲ですよ。あ、あれもう言っていいですよね、大丈夫ですよね。そう、 It's Anthem Time って感じです、って感じです。ちょっと待って、言っちゃった。配達してください、嫌ですよ私本当動くのめんどくさがりなんで、アイリとかに、アイリ取って、ごめんアイリ取ってってよく言います。みんなに取ってって、お願い取ってって言います。ペットボトル開かない、開けてって村山って呼んじゃダメ。まあできればみゆちゃん、でもあんまりみゆ、村山って言われたことないです。増本さんぐらいですかね。なんで梅ちゃんなん、わかんないです。母に聞いてください、多分見てるんで。ママママって呼んでんのバレる、これ母。はい、あと5分しかない、どうしよう。これ見えたらウィンクしてください、いつかしますね。皆さん何が聞きたいんだろう。みゆちゃん目悪い、めっちゃいいですよ、私本当に目いいんですよね。22ぐらいいいです。だからあのボード、ライブのボード作ってくださる方とか、私もう本当に奥の奥の方までもう目が良すぎて見えちゃうんですよね。でも私が ありがとうございますってやっても気づいてないんですよ、向こうのその持ってくださってる方見てないんかいってなります。あの一つ言いたいことがあるんですけど、あのなんかあのなんかなんとかしてくださいみたいなボードを持ってくださってる方いるじゃないですか。それやってるのに
気づかない方めっちゃ多いんですよ。え、多分あるあるだと思うんですけど、メンバーの方は多分共感者が多いと思うんですけど、気づかないんですよ皆さんやっても。だから気づいてください。なんか気づいたらオッケーオッケーみたいなサインしてくださいもういいよみたいなサインしてください。わからないので、ね、どういうこと、え、わかってない、そういうことだよ、そういうことですよ。え、明日の、明日じゃないよ、明日、はい、次のショールーム気になりますよね皆さん。次のショールームはこちらです。次回は7月10日の月曜日21時から22時です。こっちの方が見やすいか。22時です。皆さん楽しんでください。あれ、あさって、今日何日だ、わかんないけど、あさってらへんですね。明日は森田ひかるさんのライブ配信なのでぜひ見てください。私も見ます。あ、待って、明日ミングリですね。楽しみましょう。髪型とかいろいろするので多分しないかもしれない。皆さん絶対見てくださいね。多分私も見ます。その子に見てと言われたら見ますおー、あ、そうだ、私あの中学の時バレーボール部だったんですよ。キャプテンをやっていました。絶対私じゃないだろうって感じなんですけど、私も思いました、絶対私じゃないだろうって。でも時間ない、あ、ポジションはレフトでしたね、アタッカーでした。また喋りましょう。みんなだから身長高いの、いや、わかんない、わかんないです、わかんないですけど、確かに田村さんといつかやりたいな。そうだからキャプテンって呼んでください、もう嘘です、呼ばないでください。ありがとうございました急すぎ、ありがとう。あ、今日の目標はきっと達成ですよね、仲良くなれましたよね、ですよね、ありがとうございます。チャプチェありがとうございました。またいつかお会いしましょうね。お友達です。じゃあ今見てくださってる1000、あ、1000じゃない、17343人の方、わかんない、17000人の方はお友達です。フレンド、よろしくお願いします。これからバイバイ、ありがとうございました。仲に取り越して彼女は嫌ですけど、ありがとうございました。どうやってんの、ありがとうございました、バイバイ、おやすみなさい。